どうもヤグタウンと申します。毎日20時そして毎週日曜日の12時にさぬきうどんの動画の方をアップロードしております。今回はこちら4店舗を一気見できるまとめ動画になります。ということで最後までご視聴ください。はい、20時になりました。さぬきうどんのお時間です。ということでヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計168店舗目のさぬきうどん屋さんの紹介となります。ということで今日は香川県丸亀市にある一夜丸亀三条店さんの方へ向かっていっております。それではこの一夜さんの基本的な店舗情報について説明します。まず食べログの点数なんですが 3.35 点、そして Google の点数が 3.9 点となっています。営業時間は早朝6時から夜の19時まで、とても長い営業時間となっています。定休日は無休です。交通手段としましては駐車場がすごく広くて約50台分車を止めるところがあります。電車の場合は最寄り駅が善通寺駅、 3.4 キロほど離れていて徒歩約42分の場所にあります。周辺のうどん屋さんとしては麺通堂群家店さんであったり、本格亭内麺の蔵さんがある大体あの辺り。おすすめは牛肉です。小皿に盛り放題のコストパフォーマンスが良すぎるお肉です。僕の知る限りお肉盛り放題ができるお店はここだけだと思うんで、とても貴重なお店です。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら、それでは早速入店していきましょう。こんにちは。こちらは一般的なセルフのお店です。いいですか、かけしょうお願いします。はい、かけうどんのしょうを注文しました。これにこの牛肉を取って合わせて肉うどんにしようかなって思ってます。お肉盛り放題のすっごいサービスですよね。この小皿に乗せられればいくら持っても OK です。がっつりと行かさせていただきます。最後にこれでラスト。はい、盛りに盛らさせていただきました。これで210円、安すぎますよね。あとは薬味を入れてお会計です。はい、鮭の塩と肉で400円。はい、ちなみに後日撮影外で釜揚げうどんと牛肉を注文して、お肉を少し控えめ、まあとはいえちょっと多かったんですけどにしたんですけど、その時店員さんに盛り放題だからもっと盛りにさいって言っていただけました。これでも十分多いですよ。本当にサービス精神が旺盛だなって思いました。店内はこんな感じになってます。座敷もあってカウンターもあるので家族でも一人でもすごく入りやすいお店ですね。奥にはテーブルもあります。それではいただきます。お肉は全部乗せて大盛りの肉うどんにしちゃいます。
これはやりすぎてしまったかもしれない。でももちろん最後の一滴までいただきます。お肉はしっかりとした噛み応えのある牛肉です。甘辛く炊かれてて味も濃いめでした。僕はこのお肉がとても好きで、形は不揃いで雑多とした感じなんですけど、でもこれがいいんですよね。ちょっとお肉避けてうどんを探し出しますね。麺は太くて重みがあってずっしりとしています。コシもあるけど、どっちかっていうともっちりしたタイプの麺。何より量も小とは思えないほど多くて、すごく満足感がありました。出汁はカツオ、いりこ、昆布の素朴な旨味、飲み口の良くてあっさりとした味わいです。そこにガッつりとしたお肉の旨味と甘みが混ざって、とてもインパクトのある出汁になっています。お肉は取りすぎるともたれてしまうと思うので、ほどほどが一番かなと、美味しく食べるポイントなのかなって思います。それでは最後の一口いただきます。最後にはお肉の脂が出汁に浸って肉吸いみたいになって、めちゃくちゃ美味しかったです。今回はちょっとお肉取りすぎちゃったと思うので、次回ちょうどよく取っていただきたいと思います。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、ごちそうさまです。20時になりました。さぬきうどんのお時間です。ということで、ヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計169店舗目のさぬきうどん屋さんの紹介となります。ということで、今日は香川県高松市にある池上製麺所さんの方へ向かっていっております。それではこの池上製麺所さんの基本的な店舗情報について説明させていただきます。まず食べログの点数なんですが3.72点、そして Google の点数が 3.8 点となっています。営業時間は10時から14時まで、定休日は毎週火曜日、祝日の場合は火曜日営業しておりまして、翌週の月曜日が休みになります。あと元旦はお休みです。交通手段としまして、車の場合は約駐車場が70台分あります。最寄りの公共交通機関として飛行機で来た場合、高松空港からだいたい 4.1 キロ、徒歩で言えば47分程度の場所にあります。周辺のうどん屋さんとしては信屋さんであったり松原さんがあるあの辺り、おすすめは釜玉です。こちらのお店、ルミばあちゃんこと池上ルミ子さんが有名なお店、メディアで取り上げられることも多い看板娘なんですが、お店にいないことも多くて、今はお孫さんが店長でやられてます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら、それでは早速入店していきましょう。これは香川県民あるあるだと思うんですけど、行列ができるような有名なうどん屋さんって結構行ったことないと思うんですよね。かくいう僕も池上製麺所さんに来るのは今回が初めてで、ご時世かとは思いますが平日の午前中は空いていました。一般的なセルフスタイルのお店です。かけのショーで、はい、かけうどんのショーを注文です。お会計方法がこの機械を使う方式です。これはうどん屋さんではすごく珍しい。
はい、ありがとうございます。実はこの日機材トラブルで移動から注文までの動画がないので、これ2杯目になります。店内はこんな感じになってます。ガラス面が多いのですごく開放感のある店内となっていました。テーブル、そしてカウンターも揃っていて、こちらにはルミばあちゃんのパネルがあります。それでは釜玉からいただきます。テーブルにある専用のだし醤油をかけます。麺はどちらかというと女麺タイプ、しなやかな伸びでつるんと優しく食べられます。釜玉なので卵を混ぜてるんですけど、卵が泡立って空気、気泡みたいなのが入ってふわっと食べられるんですよね。和製カルボナーラと呼ばれているように、生卵とだし醤油が絡まってマイルドでとても美味しい味でした。それではかけうどんもいただきます。かけうどんの麺も釜玉と同じくつるんとした舌触りと弾力がありますね。ちょっと特徴的なのがネギがとっても青々しくて細かいところ、見た目がすっごく良くなります。釜玉もですが、一玉あたりの量は少ない方なので、うどん巡りをするときにはすごく最適な量だなって思いました。出汁は色味は濃いんですけど、薄めの醤油と鰹の風味のする優しい味でした。それでは最後の一口いただきます。小であればペロッと2杯いけちゃいました。あくまで個人的にはなんですけど、釜玉の方が好みでしたね。ということで、どちらもとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、20時になりました。さぬきうどんのお時間です。ということで、ヤクタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計171店舗目のさぬきうどん屋さんの紹介となります。ということで、今日は香川県観音寺市にあるうららさんの方へ向かっていっております。それではこのうららさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数なんですが、 3.49 点、そして Google の点数が 3.7 点となっています。営業時間は10時から16時まで、定休日は毎週月曜日です。交通手段として車で来た場合は駐車場が約9台分あります。
電車の場合は最寄り駅が本山駅、3キロほど離れていて徒歩でいうと38分程度かかる位置にあります。周辺のうどん屋さんとしては馬路屋さんであったり、うどん屋カマキリさんがあるだいたいあのあたり。おすすめのうどんは醤油うどんです。具材が豪華で具沢山なのになんと220円とめちゃくちゃ安いんですよね。田んぼに囲まれたのどかな風景の中にポツンとあるようなお店で、ちょっとした隠れ名店だと思います。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら、それでは早速入店していきましょう。立地は高速道路横の側道沿いにお店があります。本当に急にポツンとあるのでびっくりしちゃうと思います。こちらのお店は一般的なセルフスタイルのお店。こんにちは、醤油うどんの醤で、はい、冷たい醤でお願いします。今回は醤油うどんの冷や醤注文です。今取ったのはおにぎりで、なんとこちら可愛らしくハート型なんですよね。以前コメントで教えていただいてて食べたいなって思ってました。はい、ありがとうございます。これ後で知ったんですけど、今正面に見える柚子果汁、これがとっても美味しいらしいです。はい、お願いします。310円、はい。お部屋ももちろんセルフ形式、冷水器とかコップの形とかいろいろと雰囲気が良かったですね。店内はこんな感じになってます。なんだか田舎のばあちゃん家に来たみたいな、すごく落ち着いた雰囲気です。今見えているところでテーブル、カウンターとあるんですが、入り口側の方にも食べるところはありました。すだちと醤油をかけて完成です。それではいただきます。麺は太めで角がしっかりとしている豪麺でした。強いコシで歯ごたえが抜群に良かったです。手打ち手切りの麺なので、一本一本にねじれや太さの個性があるのがすごく食べてて面白いなって思いました。醤油うどんの具材には他店ではあんまり見ないちりめんじゃこ、他には大根おろしとわかめが入ってます。こんなにたっぷり入ってて、なんと220円、やっぱりどう考えても安いですよね。青菜の入ったおにぎりはハート型、こういう小さな遊び心があると欲しくなっちゃいますよね。青菜のしょっぱい味付けがおにぎりの美味しさ引き立ててます。すごく美味しい。ちなみに今回は食べられてないんですけど、かけの出汁がめちゃくちゃ美味しいらしいです。強めのいりこ風味の出汁らしくて、完全に僕好みだと思うんで、次は食べてみたいと思います。ちょっと薄かったんで醤油足します。それでは最後の一口いただきます。なかなか
このお店の立地的に存在に気がつけない、知ってなきゃ来られないような場所だと思います。メジャーじゃないけどちょっと隠れた名店っていうお店、僕も存在自体知らなかったんですけど、以前コメントでおすすめしてくれたおかげで知ることができました。次はぜひいりこが特徴のかけうどんを食べたいと思います。ということで今回もとっても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。はい、20時になりました。さぬきうどんのお時間です。ということでヤクタンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計172店舗目のさぬきうどん屋さんの紹介となります。ということで今日は香川県観音寺市にある武蔵さんの方へ向かっていっております。それではこの武蔵さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数なんですが 3.63 点、そして Google の点数が 3.5 点です。営業時間は8時半から15時まで、定休日はなんと無休です。交通手段として車で来た場合、駐車場がめちゃくちゃ広くて大型も止められる駐車場なんですが、約50台分駐車場止めるところがあります。電車の場合は最寄り駅が美濃浦駅、850メートルほどしか離れてなくて徒歩約10分で着くことができます。周辺のうどん屋さんとして西丹手打ち譲渡さんであったり、取り越し製麺所さんがある大体あの辺りです。おすすめは肉ぶっかけ、なんと毎月感謝の日っていうのが設定されてて、2、8、12、18、22、28日であれば肉うどん、肉ぶっかけがなんと割引です。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら、それでは入店していきましょう。この日はバッチリ蜂のつく日に来たので、肉系うどんが小であればなんと120円も安くなります。肉ぶっかけの冷や小で、はい、肉ぶっかけ冷や小、今回は肉ぶっかけの冷や小注文です。ちなみに小は120円、中は100円お得です。はい、肉ぶっかけの冷たい小、はい、ありがとうございます。これです。はい、冷たいのかけていただいてどうぞ。はい、ぶっかけだしもセルフスタイルなんですね。はい、いらっしゃいませ。はい、あと休みでもどうぞ。はい、天ぷらの種類がすごく多かったです。このゲソ天めちゃくちゃ大きいのになんと120円、安いですよね。薬味もセルフなんですが、スプーンの代わりにこれレンゲなんですよね。すごく入れやすかったです。ネギも天かすも一個一個のサイズが大きくて、一味他店とは違うのが面白かったです。ちなみに毎月6、16、26日は武蔵の日といって、うどん一杯に天ぷら1個がついてくるお得日です。店内はこんな感じになってます。横長いお店の作りでカウンターがメインのお店、お店の立地的に海沿いなので走ってて気持ちよかったです。
それではいただきます。麺は中太で冷や系ならではの程よいコシがありました。しっかりと角も立っててムチムチとした粘り、麺の表面はツルツルとしててすんなりと喉を通っていく心地よさがありましたね。出汁は甘さ控えめであっさりしている出汁です。鰹節、昆布が効いててすごく飲みやすかったです。また薬味のネギと揚げ玉も一個一個のサイズが大きくて食べた時のインパクトがアクセントになって良かったです。それでは名物のお肉もいただきます。でかいんですよね。とにかくでかい。僕ここまで大きいのは他店では知らないです。甘辛い味付けのお肉はしっかりとした食べ応えでした。ボリュームがすごくて柔らかくて大きいのですき焼きにでも使われそうな上等なお肉でした。出汁も少しお肉の甘さが混ざってきて肉の旨味が増して肉ぶっかけにした意味があるなって感じです。ゲソ天もかなり大きいです。先の方はゲソまで到達できなかったんですけど衣がすでに美味しいんですよね。ゲソの旨味が染みてます。このゲソ太くてボリューム満点、これは絶対にお買い得です。今回のお店のうどんの感想のコメントとこの地域でこのお店以外の他のおすすめ店を教えていただければぜひそちらにも伺いたいと思いますのでぜひコメント残していってください。そして今回の動画で讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方ぜひチャンネル登録そして高評価さらに友達にもおすすめしていただけるとすごくすごく助かりますのでどうぞどうぞよろしくお願いいたします。そしてこの動画を見ているうどん屋さんの方おられましたらぜひお店の紹介の方させてください。概要欄に連絡先の方載せてあるのでお声掛けいただけるととても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後の一口いただきます。毎月6のつく日と2、8がつく日はお得に食べることができるのでこの日は抑えておきたいですね。何より店主さん店員さんがとっても元気だったので食べていて気持ちのいいお店だと思います。それではとっても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。雨上がりの赤い夕焼けが綺麗で俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのはLive my Saturday, you touch a girl in the center